今回は小池栄子さんと坂田渉さんの相性を見てみます相性診断の画面からまず小池さんを呼び出します次に坂田さんを呼び出します2人の診断を実行をタップしますまずお互いの看護は 2つででですので仲の良い関係十二運はお互い目欲を持っていますので価値観が一致しやすいです小池さんの長考用人木の絵が坂田さんの月中にあります坂田さんの長考用人水の絵が小池さんの月中にありますお互いに相手の長考用人を持っていますので 相相思相愛の関係です小池さんは長高用人木の絵を自分の月中にも持っていますので坂田さんなしでも自分一人で運を切り開くことができます一緒に暮らす時に大きな影響がある日種の対比ですがお互いの日種から見た通変性が二人とも合在となります 以の主人が二人いる感じで、お互いが自分のペースで振る舞います。相手のやり方が気に入らない。カチンときます。このような状態だから、一緒に暮らせないとか、良くないという意味ではありません。お互い干渉したり、逆にどちらかが無理をして自分を抑えたりすると破綻するという関係ということです。坂田さんの名刺を見ています。 一つ気になることは、坂田さんが日中に用人を持っていて、さらに超未要であるということです。このまま個人事務所の代表に収まっていられるかどうかは疑問だと思います。坂田さんの鑑定日を2024年2月に書いています。 2024年は年運結果運危険でけじめのつくタイミングですので公私ともに何か動きがあるかもしれません。今回はここまでです。